今日はですね、こちらチキンラーメン、チキンラーメンのめちゃくちゃ美味しい、死ぬほどうまいチキンラーメンの作り方をついに発見しました。で、これ何をするかって、まあもちろんこのチキンラーメン普通に食べるのも美味しいんですが、これをさらに進化させる食べ方ですね、紹介させていただきたいと思います。用意するのがニンニク、鷹の爪、そしてもちろん卵ですね。まあ何を作るかもうね、勘のいい方は分かると思いますが、ペペ玉チキンラーメンですね、こちらのご紹介させていただきたいと思います。ニンニク、まあ、3、4個、5、6個でもいいです、好きな量だけ。今日は5個ぐらい使っていきます。で、鷹の爪はここパキッと割って種を取り除きます。まあ、芯があったら、なければね、そのままスライスしていただいて、はい、それではペペロンチーノのパスタを作る用意で、ここにオリーブオイル大さじ約2入れていきます。で、冷たい油にニンニクで、鷹の爪もね、先に入れちゃいます。辛いの苦手な人は後から入れてください。ニンニクを炒めていきます。はい、そしてニンニクがこうある程度色づいたら、あとは火を止めて、あとは余熱で入っていくのを待ちます。はい、そしてここに熱湯をね、かけていきます。ラップで3分待っていきます。はい、そうそう、3分です。これいつも思うんですけど、チキンラーメン作るとき、これ表示時間3分でお湯入れたら卵って固まんないですよね。そう思いません？お湯びちゃびちゃなので、これお湯は捨てていきます。ちょこっと残しておいてもいいです。で、ここに先ほどのペペ、うまそう、ま、混ぜていきます。これ混ぜるとね、すんごい美味しそう。美味しそうだね。すごい。いい匂いがルイにかかってくる。ペペ玉。やば、うま。めっちゃうまい、ニンニクが合う。ペペロンチーノの味する。うま。ペペロンチーノでいいじゃん。うん？うまっ、すごい美味しいね。あと美味しいです。普通のももちろんうまいけど、うまっ。はい、それではあとはゆっくり食べるとして、今日はチキンラーメン一番美味しい食べ方ですね、こちらの方をご紹介させていただきました。ご視聴ありがとうございました。